しっぽ。これは俺の祖父の父、俺にとってはひいじいちゃんにあたるか、が体験した話だそうです。大正時代の話です。だいぶ昔ですね。ひいじいちゃんを仮に正雄としときますね。正雄は狩りが趣味だったそうで、暇さえあればよく山狩りに行き、イノシシやノウサギ、キジなどを取っていたそうです。猟銃の腕も大変な名人だったそうで、狩り仲間の間ではちょっとした有名人でした。山というところはいろいろと不思議なことが起こる場所でもありますよね。俺のおじいちゃんも正雄からいろんな不思議な話を聞いたそうです。今日はその中でも一番怖かった話をしたいと思います。その日は気持ちのいい五月晴れでした。正雄は猟銃を担いで一人でいつもの山を登っていました。愛犬のタケルも一緒です。ちなみにタケルは秋田犬です。山狩りの経験が長い正雄は一人で狩りに行くことが多かったようです。その山には正雄が自分で建てた山小屋があり、取った獲物をそこで料理して酒を飲むのが一番の楽しみでした。その日は早朝から狩りを始めたのですが、獲物は全く取れませんでした。すでに夕方になっており、山中は薄暗くなっていきます。正雄は、あと1時間くらい頑張ってみるか、と思い、狩りを続けることにしました。それから30分ほど経った時です。正雄が今日の獲物をほぼ諦めかけていると、突然目の前に立派なイノシシが現れました。子連れです。正雄は狙いを定め、弾を撃とうとしましたが、突然現れた人間にびっくりしたイノシシは、急反転して山道を駆け上がっていきました。正雄は一発撃ちましたが、外れたようです。愛犬のタケルが真っ先にイノシシを追いかけます。正雄もそれに続き、険しい山道を駆け上りました。15分ほど追跡したでしょうか。とうとう正雄は、イノシシの親子を見失ってしまいました。タケルともはぐれてしまって、途方に暮れていたところ、遠くでタケルの吠える声が聞こえました。その吠え声を頼りに、正雄は山道を疾走しました。さらに10分ほど走ったところにタケルはいました。深い茂みに向かって激しく吠えています。そこは左右に巨大な松の木がそびえており、まるで何かの入り口のようにも見えます。正雄はそこをよく知っていました。狩り仲間の、いえ、その周辺の土地に住むすべての人々の暗黙のタブー、絶対入ってはいけない場所でした。正雄は幼い頃から何度も両親に聞かされていたそうです。あそこは山の神さんがおるでな、うかつに入ったら食われてしまうど、と。しかし、なぜかその禁断の場所からさらに奥へ進むと、獲物が面白いように取れるのだそうです。ただ、掟を破り、そこに侵入した漁師などは、昔から行方不明になってしまうことが多かったそうです。しかし、タケルが、その茂みに向かって果敢に吠えています。あのイノシシ親子が近くにいることは間違いないのです。正雄は誘惑に負け、禁断の地へと
足を踏み入れてしまいました。時刻は午後5時を過ぎており、まだなんとか周りは肉眼で見渡せますが、狩りをするにはもう危険な明るさです。タケルも先ほどから吠えるのをやめていました。さすがにもう諦めるかなとマサルが思っていたとき、再びタケルが猛然と吠え出し、駆け出しました。マサオもそれを追い、50メートルほど走ったところで、タケルがうなり声を上げながら腰を落として、威嚇の体勢をとっていました。とうとう見つけたかとマサオは思い、前方を見ると、そこは少し開けた広場のようになっていました。そこに黒い影がうずくまって、何かを咀嚼するような音が聞こえてきました。すさまじいほどの獣臭が、あたりに漂っています。マサオは唾を飲み込み、地面に片膝をついて、猟銃を構えました。イノシシじゃないな。マサオはそう判断しました。イノシシにしては体が細すぎるし、体毛もそんなに生えてはいません。狼か。一瞬そう思いました。しかしこの山中に狼がいるなんて聞いたことも見たこともありません。よく見るとその黒い影は地面に横たわった先ほどのイノシシの子供を食べていました。獲物を横取りされたように感じたマサオは、それに向かって猟銃の狙いを定め、撃とうとしましたが、引き金にかけた指が動かないのです。それどころか、体が金縛りにあったかのように動きません。奥歯だけは、恐怖のあまりにガチガチ鳴っています。そして正雄の気配に気がついたのか、それは食事をやめ、ゆっくりと正雄の方に顔を向けました。どう見てもそれは人間の顔だったそうです。しかも2、3歳くらいの赤子の、体長は1メートル半程度で、ヒョウのような体、薄い体毛。わかりやすく言うならば、ヒョウの体に顔だけ人間の赤子といった風貌でした。化け物だ。マサオの恐怖は絶頂に達しました。それはイノシシの血でギドギドになった口を舌で舐め回しながら、マサオに近づいてきます。殺される。マサオがそう思った瞬間、タケルがそれに飛びかかりました。タケルはそれの右前足に食らいつき、首を激しく振っています。それは人間の赤子そっくりの鳴き声を上げ、左足でタケルの鼻先を引っかいています。しばらく唖然としていたマサオですが、我に返ると、体が自由に動くことに気がつきました。すぐさま、一発撃ちます。不発でした。そんな、バカな。マサオは猟銃の手入れを欠かさずやっており、今日も猟に出る前に最終確認をしたばかりです。もう一度引き金を引きました。不発です。マサオが手間取っているうちに、それはタケルの首筋に食らいつきました。タケルが悲壮な鳴き声を上げます。マサオは無我夢中で、腰につけていた大型の山刀を振りかざし、こちらに背を向けているそれの背中に切りつけました。発情期の猫のような鳴き声でそれは鳴きましたが、まだタケルの首筋に食らいついたままです。マサオはもう一度山刀を振りかぶり、それの尻尾を切断したのです。
尻尾を切断されたそれは叫び声を上げ、森のさらに奥の茂みの中へと消えていきました。正雄はしばらくの間、呆然と立ち尽くしていましたが、タケルの苦しげな、はっ、はっ、はっ、という息遣いを聞いて、我に帰りました。タケルの首筋には、人間の歯型そっくりの髪跡がついていました。出血はしていましたが、傷はそれほど深くなく、正雄は消毒薬と布をタケルの首に当て、応急処置をしてありました。タケルはなんとか自力で歩ける様子でした。もたもたしていると、またあの化け物が襲ってこないとも限りません。正雄はタケルと共に、急いで山道を下りました。やがて正雄の山小屋が見えてきました。ここからだと、正雄の村まで30分とかかりません。安堵した正雄は、さらに足を早めて村へと急ぎました。変だなと正雄が思ったのは、山小屋から下って15分ほど経った時です。同じ道をぐるぐる回っているような錯覚を感じたのです。この山は、正雄が幼少の頃から遊び回っている山であり、道に迷うなどということは、まずありえないのです。言い知れぬ不安を感じた正雄は、さらに足を早めました。さらに15分経った時、そんな、バカな。目の前に、さっきの山小屋があったのです。正雄は混乱しましたが、あまりの出来事に気が動転し、道を間違えたのだろうと思い、もう一度、いつもの同じ道を下りました。しかし、すぐさま正雄は、絶望感に襲われました。どうしても、山小屋に戻ってきてしまうのです。タケルも息が荒く、首に巻いた布からは血が滲んでいます。正雄は気が進みませんでしたが、今日は山小屋に泊まることに決めました。正雄が山小屋の中へ入った時は、すでに午後8時を過ぎていました。急に安堵感、疲労感、空腹感が正雄を襲い、正雄は床に大の字になって寝転がりました。そして先ほど遭遇した化け物のことを考えていました。やっぱり、あれは、山の神さんだったんじゃろうか。そう思うと、体の震えが止まらなくなり、正雄は着付けに山小屋に保存してある焼酎を飲み始めました。保存食用のイノシシの燻製もありましたが、あまり喉を通りませんでした。タケルに分けてやると、喜んで食いつきました。今日は眠れねえな。そう思った正雄は、猟銃を脇に置き、寝ずの番をすることを決心しました。ガリガリ、ガリガリ。何かを引っかくような音で、正雄は目が覚めました。疲労感や酒も入っていたので、いつの間にか寝てしまっていたようです。時計を見ると、午前1時過ぎでした。ガリガリ、ガリガリ。その音は山小屋の屋根から聞こえてきました。タケルも目が覚めたようで、低くうなり声を上げています。正雄も無意識のうちに猟銃を手に取っていました。まさか、あいつが来たんじゃなかろうか。そう思った正雄ですが、山小屋の外に出て確かめる勇気もなく、
猟銃を握りしめて、ただ山小屋の天井を見つめていました。それから10分ほど、天井を爪で引っかくような音が聞こえていましたが、やがてそれもやみました。正雄にとっては、永遠に続く悪夢のような時間でした。音が止んでも、正雄は天井をじっと睨んだままでしたが、やがて、ボソボソと、人間のつぶやく声のような音が聞こえてきたのです。ぽ、ぽ。正雄は恐怖に震えながらも耳を澄まして聞いていると、急にタケルがすごい勢いで吠え始めました。そして何かが山小屋の屋根の上を走るような音が聞こえ、何か重いものが地面に落ちる音がしました。タケルは今度は山小屋の入り口に向かって吠え続けています。ガリガリ、ガリガリ。さっき屋根の上にいた何かが山小屋の入り口の扉を引っかいているようです。タケルは尻尾を丸め、後退しながらも、果敢に吠え続けています。誰だ？思わず正雄は叫びました。猟銃を扉に向かって構えます。すると、引っかくような音はやみ、今度はその扉のすぐ向こう側から、はっきりと、人間の子供のような声が聞こえました。あいつだ。マサオは恐怖に震えました。ガチガチ鳴る奥歯を噛みしめ、何の用だと叫びました。タケルはまだ吠え続けています。私の尻尾を返しておくれ。それははっきりと人間の言葉でそう言ったのです。正雄はたまらずに扉に向かって散弾銃を一発撃ちました。キョッと奇妙な叫び声が扉の向こうから聞こえ、正雄は続けざまに2発、3発と撃ちました。散弾銃に開けられた扉の穴から真っ赤に血走った目が見えました。私の尻尾を返しておくれ。人間の幼児そっくりの声でそれは言いました。尻尾なんて知らん、帰れ。正雄は続けざまに引き金を引こうとしましたが、体が動きません。尻尾、私の尻尾を返しておくれ。それは壊れたテープレコーダーのように、ただそれだけを繰り返します。知らん、あっちに行ってくれ。尻尾、私の尻尾を返しておくれ。再びガリガリと扉を引っかきながら、それは扉の穴から怒り狂った赤い目で正雄を見ながら繰り返し言います。タケルも吠えるのをやめて、尻尾を丸めて縮こまってしまいました。俺じゃない、お前の尻尾なんて知らねえ、あっちへ行け。正雄は固まったままの体で絶叫しました。するとそれも叫び返しました。いや、お前が来たんだ。そして扉を破って中に入ってきたのです。
正雄の記憶はそれから途切れ途切れになっていました。扉を破って現れた幼児の顔、怒りをむき出しにした血走った目、鋭い前足の爪、自分の顔に受けた焼けるような痛み、それに飛びかかるタケル、無我夢中で散弾銃を撃つ自分。正雄が気がついた時は村の病院のベッドの上でした。3日間昏睡状態だったそうです。正雄の怪我は左頬に獣に引き裂かれたような裂傷、右足の骨折、体のあちこちに見られる擦り傷などかなりの重傷でした。正雄は村人には熊に襲われたとだけ言いました。しかしなんとなく正雄に何が起こったかを感づいたようで、次第に正雄は村八部のような扱いを受けていったのです。やがて正雄は東京に引っ越し、そこで結婚して俺の祖父が生まれました。ちなみにこの話は正雄が肺がんで亡くなる3日前に俺の祖父に話して聞かせたことだそうです。和歌山県のとある森深い山中での出来事とだけ言っておきます。ちなみに愛犬のタケルですが、まるで正雄を守るかのように正雄の上に覆いかぶさって死んでいたそうです。肉や骨などはほぼ完璧な状態で残っていたそうですが、なぜか内臓だけが一つも残らず、綺麗になくなっていたそうです。